はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌のね、準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいんですけども、ちょっと湯気がすごい。今日はね、こちら、うわすごい、お鍋作りました。ちょっとね、青森ね、ここ何日か寒かったんでね、お鍋にしたんですけども、火力が強すぎた。なんかあるもの適当にね、ぶち込んでお鍋しました。それと、あとまたね、カツオのたたきの切り落とし、あんまり割安感はないんですけども、最近そんなね、割安な感じないんであれなんですけど、まあなんか見かけるとね、つい買ってきちゃうんで、このね、カツオのたたきの切り落とし、こちらでね、晩酌やっていきたいと思います。わあ、すごいな。では飲み物はね、今日はね、キリンさんの新のど越しゼロっていうのね、これ家にまだ残ってたのがあったんで、これ引っ張り出してきましたね。糖質ゼロ、プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロっていうことでね、でカロリーが 100ml あたりで27キロカロリーなんで、これ一缶で100キロカロリーぐらいなんのかな、100ちょいか、そのぐらいなのかな、ちょっとカロリーはありますけどもね。これでたまにはちょっとね、こういうのも飲みたいんで、いただきます。よいしょ。じゃあまたシュワシュワにね、シュワシュワにじゃね、グラスに注いでね、シュワシュワな感じで。では焼酎は中身は大五郎入ってますね、いつものね、大五郎、これに小分けしてね。アルコール入ってますけどもね、のど越しゼロ、いつものね、癖でね、焼酎入れてね、これでいただいてみたいと思います。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあお先にね、失礼して、シワシワで乾杯したいと思います。でシワシワで乾杯いただきます。あ、たまに飲むと美味しいですね。今日も富士山見えてるかな、綺麗に。ちょっとピンボケかな、ね、この富士山6グラスもオークションヤクオフとかで買うと結構するみたいですね。なんかちょっとコメントいただいたんで調べたんですけどもね、これでもなんか4000円とかするみたいですね、グラスだけでね。え、高いですよね。まあ今なかなか手に入らないんでね、もう。じゃあおかわり作って。お鍋がすごいことになってますね。よいしょ。ではまた焼酎ね、焼酎入れて、これで一回ね、軽くかき混ぜて、ちょっと一回置いときたいと思います。ではじゃあお鍋ね、お鍋、今回はね、こちらモランボンさんのスンドゥブチゲ用のスープね、これ辛い方のやつですね、濃厚辛口スンドゥブね、辛い方のやつ、これにね、今日お昼に激辛カップラーメン食べたんですよ、こちら、わらおに辛麺っていうね、三宝さんっていうところから出てるこのわらおに辛麺っていうね、激辛カップラーメン食べて、スープね、さすがにね、カロリー高かったんで、スープ残したんで、このスープも入れてます。もったいないんでね、スンドゥブチゲのスープにこの激辛のね、ラーメンのスープ入れてます。まあ、こんなんですよ。もうなんかもうお豆腐とかニラとか、あとキノコ類とかね、こうとりあえずあるものを適当にこう入れて作りました、今回は。よいしょ。これで、あ、こうかな、これでいいかな。では早速ね、いただいてみたいと思います。これビーパルさんっていうね、アウトドア雑誌の付録についてきたモンベルとコラボしたミニシエラカップね、これね、すごい使い勝手いいんですよ、サイズが。
ちょうどいいんでね、このサイズ感が。普通のシエラカップだとちょっと大きいんですけどもね、ちょっとこう小皿代わりにっていうんですかね、使うのにすごいね、重宝するんですよ。なんでまたね、この付録でね、ミニシエラカップついてきたらね、欲しいんですけどもね。じゃあスープね、いいよ。あ、これもアウトドア用のね、ユニフレームさんの、なんだっけ、リゾットスプーンかな、うん、だと思います。チタンのね、これもキャンプ用品とかアウトドア用のね、用品ですね。ではこれでいただいてみたいと思います。スンドゥブチゲにわらおに辛めのね、スープ入れたちょっと辛めのね、お鍋。あ、豚肉入れてます。豚肉入れてね。じゃあいただきます。熱そうだな。うん、あ、辛っ。うん、うん、ラーメンスープの辛みがね、結構はしっかりしててね、美味しいですね。うん、まあ、スンドゥブチゲのスープと割ってるんでね、激辛ってほどではないですけどもね、しっかり辛いですよ。うん、うん、お豆腐、スンドゥブチゲなんでね、お豆腐ね、あっ、あっ、あっ、うん、やけどしそう。うん、おいしい。しいたけもね、1個残ってたのね、入れました。うん、ちょっとスープも飲んでみたいと思います。あー、うん、辛くて美味しい。うん、これはね、捨てないでね、お鍋のスープに使い回してね、大正解です。美味しい。うん、ではシュワシュワ飲んでね。うん、うん、じゃあどうしようかな。一応ね、スンドゥブチゲっていうことでね、卵も持ってきたんですけどもね、卵入れてみましょうかね。ちょっと待ってくださいね。ではちょっとね、卵もね、入れちゃいます。あー、あー、やばい、よいしょ。よー、これね、卵もね、煮てね、ちょっと食べてね、見たいと思います。半熟ぐらいになるようにね、うまいこと煮て食べてみたいと思います。ではお次はね、野菜サラダね、サラダね、野菜サラダの今ね、ドレッシング用意するの忘れてね、今取ってきました。癖になるうま塩、利権さんのね、癖になるうま塩。今日はなぜかね、ドレッシング用意するのすっかり忘れちゃってて、よいしょ。あ、またストーブが、ちょっと待ってくださいね。ストーブ寒いんで、ストーブつけてんでね、今ファンヒーターね、よいしょ、延長。もうほんとね、寒くてね、今もう5月も終わるっていうのにね、寒くてストーブつけてますからね、日中。よいしょ。ではこんな感じでね、あー、もう消そうかな。余熱で卵も火入ると思うんでね、一回ガス消します。では、よいしょ、こんな感じでね、野菜サラダ、生協さんのサラダチキンですね、これ
で、トマトからね、またトマトからいただきます。よいしょ。うん、こぼれた。あー、ちょっと大丈夫かな、崩れそうだな。大丈夫かな、これ。よいしょ。あー、ではサラダいただきます。大丈夫かな。もうちょっとね、今日ちょっと量多かったんでね、なんかもうちょっと崩れそうなんで、大丈夫かな。いや、これでね、トマトも落っこったって。昨日はね、コメント返し動画、コメント返しタクの目かやって、ちょっとね、動画の尺長くなっちゃったんで、今日はね、サクサクっとね、今日も特にね、何もなくてなんでね、まあ、今日はサクサクっとした、ね、短めの宅飲み晩酌になると思います。ではトマトと一緒にね、いただきます。サラダは毎日食べても飽きないですね。じゃあシュワシュワ飲んで、じゃあおかわりも作って、よいしょ。おお、しょっちゅうね、焼酎、よいしょ。これでまたちょっと軽くかき混ぜて置いときたいと思います。では、どうしようかな。一応ね、日本酒も用意したんですけども、今日日本酒に合いそうなつまみがないんで、もうここでね、もうつまみも関係なく日本酒飲みたいと思います。いつものね、ちょっぱり、あの六花酒造さんのね、弘前、青森県の弘前市の六花酒造さんの青森の地酒ということで、ちょっぱり、これいただきたいと思います。今日はね、全然日本酒に合うようなおつまみがないんでね、日本酒のに合うね、おつまみがないときは無理に日本酒飲まなくてもいいかなと思うんですけどもね。ね、でも飲みたいんでね、お酒も減らさなきゃと思うんですけどもね、ついついね、いろいろね、いろんな種類飲みたいんでね、やっぱりこう動画的にもいろいろ飲んだ方がね、見てる方もね、楽しいかなと思っていろいろ飲んでますけどもね。ではジョッパリいただきます。やっぱでもちょっと冷やした方がいいかな、そろそろ日本酒も。まあ寒いって言ってももうね、5月も後半なんでね、やっぱりちょっとこうぬるいってほどではないですけども、ちょっとね、冷たいってほどではないんで、冷蔵庫で冷やしてね、冷酒にして飲んだ方が美味しいかな。いや、日本酒は日本酒で美味しいんでね、やっぱ飲みたくなっちゃうんで。ではじゃあお次はこれ、キムチね。今日のキムチは生協さんのキムチですね。いつものコクうま、東海漬物さんのコクうま買ってこようかなと思ったんですけども、ちょっと見たらね、生協さんの漬物ね、これ 300g 入っててね、安かったんですよ。ね、でうちのね、この母がね、この生協さんの漬物好きでね、よく買って食べてたんでね、それも思い出してね、今日は生協さんの
あの漬物じゃないや、あのキムチね買ってきました。ちょっとマイルドな感じのね、マイルドな感じのキムチです。昔で言うと朝鮮漬けってね、キムチとはまた違った日本っぽいこのキムチっていうんですかね、本格的なキムチじゃなくて、朝鮮漬けなんて昔はねよく売ってましたけども、そんな感じのキムチですこれ。あのマイルドでね食べやすいんで、うんうん、これはこれでね美味しいんですよ。うん、昔の人ね、お年寄りの方だったらこっちの方がね昔の朝鮮漬けみたいな感じの味で、結構ねそっちの味の方が食べやすいかもしれないですよね。うん、うん、うん、美味しい。辛すぎなくていいですよね。うん、いやシュワシュワ飲んで、うん、ではお次はねこちらのカツオのたたきの切り落とし。まあ、私ねカツオのたたきの切り落としね見かけるとねもう買わずにはいられないっていうねぐらいいつも買ってるんですけども、最近ちょっとねあんまり割安感なくて、今回はねこれで198円、税込みで、214円になるのかな。うん、そんなに量もそんな入ってないですよ今回は。こんな感じでね、でもだいたいカツオのたたきの切り落とし、普通のやつこう切ったやつね1パック買うと300円から400円ぐらいするんで、まあ、それに比べれば、まあ、安いっちゃ安いんですけども、ちょっと量がね前はもっといっぱい入ってて安かったんですけども、最近ちょっとねあんまり量が入ってなくてね、うん、でもまあ200円ぐらいでこれだけ食べられれば十分じゃ十分かな。うん、もっとねお安いには越したことないんですけどもね。じゃあどうしよう、あこれ大きいかな、これ大きいの、この辺も、あネギね、薬味のネギ、よいしょ、あちょっと葉っぱ大葉はちょっと置いといて、取れてるかなちゃんと、取れてたかな今の、申し訳ないですね、取れてなかったら申し訳ないです。じゃあこんな感じで、もうピントは合ってないしね、もうピント、あピントきました。ではこのカツオのたたきのね切り落とし、端っこのね切り落としのこの辺ね、こんな感じですよ。これをちょっとこれね、ニンニクと生姜のすりおろし混ぜたやつね、これの薬味で、あーちょっとうまくいかないよ、あーちょっともう、あうまくいかないな、落ちちゃうなよちょっともうなんかもうすごいことになって、あーうまくいかないや、まあ、これで勘弁してもらって、よいしょ、ね、カツオのたたきの切り落とし、いただきます。うんうん、あ薬味のおネギ、あ美味しい、切り落としでもね味一緒なんでね、うん、なるべく安いのね探して買って食べてますけどもね、うん、ではカツオのたたきの切り落としもう一切れねいただきます。うんうん、ではお酒、よいしょ、
黒霧島ね、やっぱりカツのたたきの切り落としにはね芋焼酎を合わせたいんで、黒霧島ね、これでよいしょいただいてみたいと思います。あーちょっとこぼれたな、もったいない。あ、氷入れようかな、氷ちょっと入れてね。こんな感じで黒霧島カツオのたたきに合わせていただきます。うん、あーやっぱり合うな。もうちょっと入れようかな。やっぱね青森あたりだとその焼酎も最近ね、昔は焼酎、青森で焼酎なんてそんな飲まなかったんですけども、昔こあ、まあ、最近ですよね焼酎飲むようになったの。でもこの芋焼酎やっぱり癖があるんでね、なかなか飲み慣れなくてね、青森の人でもなかなかこう飲み慣れないっていう方も多いんじゃないかと思うんですけどもね、やっぱりカツオのたたきにはね芋焼酎ね、やっぱり鉄板っていうんですかね、合うんでね美味しいっすよ。うん、かなりねお酒回ってきちゃっててね、なんかまたなんかろれつ回ってないし、なんかうまく喋れてないかもしれないですけどもね申し訳ないです。ではお次はこちらね、カットパインね、もうこれ食べちゃわないとねもう傷んじゃいそうなんでね、もう色がねすごく濃くなっちゃってて、もうちょっとねもう今日食べないともう多分食べられなくなりそうなんで、今日もねカットパインいただきます。うん、甘くてね美味しいんですけどもね、ちょっとねあの 量が多くてね食べるの大変なんで、ではミニゴロね、またミニゴロをよいしょちょっと入れてね、でウイスキー、ジンビームをねまたパイナップルに合わせてね飲んでみたいと思います。よいしょ、ではこれでね焼酎でかさ増ししてねいただきます。焼酎でかさ増ししてもね美味しいんでね、お水で割るとちょっと薄くなる感じするんですけどもね、焼酎で割るとそんなに薄い感じしないんで、美味しいですよ。果物に合わせるとね癖がなくて美味しい感じします。ではじゃあね、さっきの卵がどうなったか、これ卵だと思うんでね、よっ卵、うわどうなったかな。じゃあ卵ねちょっと割ってみますよ。卵割りますよ。あー半熟にしようと思ったけどやっぱりちょっと火が入りすぎちゃったな。こんなもう固ゆでになっちゃいましたね。もうちょっとね半熟にしたかったんですけどもね、こんな感じでちょっと固ゆでになっちゃいましたけども、じゃあねせっかくなんでねいただきます。卵スンドゥブチゲなんでね卵入れると美味しいんでね、卵いただきます。黄身が美味しい。あお豆腐も入ってるんで、お豆腐もねせっかくなんでお豆腐も食べて、こんな感じで、あーうまく映ってないかな。
うん、あ、おいしい。やっぱりあの激辛ラーメンのね、辛いの入ってるのが美味しい。うん、これね、激辛ラーメンのスープね、お鍋にこう入れてね食べるとすごい美味しいですよ。うん、カラカラウオとかね、あの辺のスープもね、お鍋にね残ってね、残してお鍋に使うとね、すごい美味しいんでね。うん、では今日のね、晩酌動画の方はこの辺で締めにさせていただきたいと思います。あとは動画かなんかね、アニメかなんか見ながら晩酌続きしていきたいと思います。ちょっとね、秋坊さんの晩酌動画とかね、まだ見れてないのがあるんで、その辺ね見て見ながら晩酌ね続きしていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画、編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ちょっとろれつ回ってないですね。じゃあね、しばしばいただいて、ではまた明日ね、動画アップしますんでよろしくお願いします。